します。高橋さん、いつもありがとうございます。こんにちは。ちょっとお決めの下げます、はい、今どうですか。気象情報にご注意くださいませ。今は何も理想になるかも。あ、聞こえない。ちょっとありがとうございます。6月18日火曜日午後2時です。虹色キッズエデューの時間です。皆様こんにちは。モンテッソーリ教育専門塾の虹色キッズスクール、1歳からの音楽教室の虹色ミュージックスクールのみゆき先生です。いつもありがとうございますの方も、はじめましてよろしくねの方も、60分間お付き合いのほどどうぞよろしくお願い申し上げます。虹色キッズエデュー、沖縄の子どもたちが幸せな未来を生きるためにモンテッソーリ教育をベースにした教育番組です。この番組ではメッセージを募集しています。コメントはツイキャスというアプリで FM 宜野湾を検索してチャットから送信、またはメールで 797@fmgino1.com へお送りください。 FM 宜野湾の YouTube と虹色キッズスクールの Instagram でもこの番組を配信しています。ぜひご覧ください。はい、ちょっとインスタの方が電波が弱いということで配信できないので、ちょっと録画に切り替えました。後ほど録画をアップロードしたいと思います。今日は FM 宜野湾のマナさんと2人で進めていきます。マナさん、本日もよろしくお願いします。はい、はい、今日もね、沖縄降ってますね。いや、今日もすごいですね、朝からね、朝なんかティロリロリンってなってたよね。はい、すごい起こされましたね。5時半ごろ。はい、はい、岡島さん、ありがとうございます。いつもギナワンダフォー、よろしくお願いします。そう、なんかね、雨、はい、昨日で止むと思ってたんですよ、私は。で、今日の朝また避難してください ね、ティロリラリンが来てたので、はい、なんだ、今日も降るのかと思って、はい、朝から降ってます。カープボーイさん、はい、カープボーイさんもコメント来ておりますね。お、みゆきちゃんヘラクレスマナティ、はい、皆さんこんにちはということで、今日も雨ですね。同じ夢を何回も見たことありますかということで質問来てます。お、急に同じ夢ありますか、マナさん。いや、私はないかな、あんまり記憶にないですね。夢忘れちゃうので。ああ、あんまり、じゃあそうですね、 夢見たっていう感じはない、うん、そう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 。じゃあ深く睡眠とってるってことってことですかね。よく覚えてないだけなのかな。ぐっすり眠ってる私は小学生の時によく見る夢があって、はい、いつも同じ夢、なんかね、走って逃げてて、あー、追われる感じですか。そうそう、もう走ってね、小学校 5,6 年生かな、走って逃げてて、うんうん、で、モノクロなの、カラーじゃなくて、なんかグレーっていうか、グレーと白の夢 で、はいはいはい、で走って逃げて、そのもう崖みたいなところに行って、うんうんうん、やばい、誰か追いかけてくるって飛ぶ夢。え、怖い。それはちょっとハラハラドキドキ、うん、いつも、ね、そう。でもなんかね、その時にしょっちゅう見るから、うん、あ、これ夢だって、なんか夢の中で認識できるようになって、そうそうそう、なんかだから今も夢見てなんか。断片的に覚えてたりすることもあるんだけど、夢の中で、あ、これ夢だって認識してるものも結構ある、はい、あ、羨ましいです、うん、すごい。夢起きて、夢から覚めて、うんうん、あ、夢だったって、なんかちょっと悲しくなる時ありますね。なんか夢の中で夢って気づけたら、うん、もうちょっと
なんだろうな、楽しく過ごせたなとかっていうのを、あ、それはじゃああんまり楽しくない夢だった時そうそう、もうちょっとね、なんかチャレンジできたなとか思いつつ、羨ましいな夢の中でもチャレンジ、チャレンジいいですねはい、はい、ということでね、今日は2人の回ですが、はい、どのような、今日トークテーマが、はい、3つあるんだけど、はい、1つは私が運営してるモンテッソーリ専門塾の虹色キッズスクールがね、はい、去年の4月に開校して、はい、今6月の半ばでしょ、だから1年と2ヶ月3ヶ月ぐらい。そうなんですね、うん、去年だったんですね。そうそう、去年のね4月にオープンしたの、2月3月で体験して、はい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 、4月から開校っていう感じで。じゃあまだほやほやなんですね。そうなの、意外って言ったらですけど、本当結構やってるのかなと思ってたんですけど。そうそう、キッズスクールはね、はいはい、そう、音楽教室ミュージックスクールの方は13年かな、2012年オープンなので12年目ですね、はいはい、うん、なんかねベテラン感があるよね年齢だよいやいやいやそれでキッズスクールね開校して1年が経って、はい、で1年間通い続けてる子どもたちの、はい、その成長事例をお伝えしたいなと思っています。1つ目はね、で2つ目は虹色ミュージックスクール、虹色キッズスクールの合同で、開催する夏休みの自由研究に使えるイベント情報がありますので、使えるっていうか、はい、自由研究として学校に提出していただけるように、うん、その資料をお渡ししたり、はい、ちょっとワーク的なことをしたりとか、あと手作りしたりとかいう、うんうん、そのイベントのものがあるので、その案内、はい、と、それから3つ目、これね、はい、私この FM ギノワンさんでラジオをさせてもらって、はい、12月の初めからだから、はい、もう半年ぐらい経ってるんだけど、あ、そっかそっか、最初はね30分の番組で始めましたけど、うんうんうん、でね、その一番最初にね話そうと思ってたことが、はい、ずっと話せずに、はい、半年越しに話うかも、そうそう、いつもさ話したいことが多すぎてそうですよね、ゲストさんもね結構面白い方いっぱいで、あ、そうなのよね、ゲストに、はい、ゲスト様ね来ていただく回も楽しいし、ね、うん、なんか話したいことがいっぱいありすぎて、はい、そこまでたどり着いてなかったって、今日こそは、今日こそは、はい、私が大事にしている格言、お、これは20代の前半からずっとこの言葉をずっと手帳に書き続けて、はい、すごい、はい、で、うん、っていう格言なので、それお伝えしたいなと思います、はい、やっと聞ける行くかなそこまでちょっと頑張ろう、で目指しましょうね、はい、待って、今何分経ってるのかな、今7分経っておりますね、7分経ってるのね、はい、そっか、ちょっと私の方から時計が見えないので、はい、じゃあじゃあ虹色キッズスクールモンテッソーリの教室なんですけれども、はい、昨日もモンテッソーリって何って3名ぐらいの方に、はい、質問されたんですよ。なるほど、はい、こちらに FM ギノワンのギノワンスタイルさんにゲストでお邪魔させてもらって、はい、で、いろんな方紹介してもらったり、うんうんうん、一緒にお相手してくれたまなみさん、あ、そうですね、まなみさんが昨日は、はいはい、まなみさんも、はい、モンテッソーリ教育って何って聞いてたんですけども、うんうんうん、本当に平べったく言うと、その子どもたちの生まれ持ったその才能のままに自立できるようにサポートしていくっていう教育なんですね、はい、うんうんうん、なので一応算数教育とか国語教育とかとても独特なものがあって、はい、いろんなことするんですけれども、基本的には、その子ども一人一人を観察して、うん、この子に今何が必要なのかなというのをサポートしていくっていう教育なんですけれども、で今日はね2人の子の事例を、はい、お伝えしたいと思います、でね、1人は本当に初めましての生徒様、はい、教室オープンしてなんかお近くに住んでるのかな、で教室オープンするって教室の窓の方にモンテッソーリっていう風に貼ったから、なんかモンテッソーリって聞いたことある、うんうんうん、テレビで見たことある、うん、でどんな教育なんだろうって我が子に、何かさせたい、家庭保育だから2人でずっとお家にいるよりどこかに通いたいなって探してるっていうことで体験に来られた
お子さんです。でこの子は来られた時、まあ、1歳10ヶ月とか、わ、9ヶ月か10ヶ月ぐらい、はいはいはい、6月生まれのお子さんで、うんうん、で今だから6月になったので3歳の誕生日迎えてるかな、ちょうど誕生日ぐらいなんだけど、はい、まあ、2歳児さんですよね、うんうん、去年1年間は1歳児さんで、はい、今年は2歳児さん、はい、ということになるんですけれども、でこの1歳児一番最初に来られた時の、はい、印象、一番最初の印象は、うん、よく言葉を知ってるなって、へ、語彙力がものすごい高かった。あ、もう出会った時点から、はいはい、1歳半ぐらい、その子の年齢よりは1歳半ぐらいは、はい、語彙数が多くて語彙力が高いなっていう印象がありました。なんでこれ私がわかるかって言ったら、私は公文教室を10年経営してて、はい、その1歳児さんからの指導もその10年、20年前ねからしてたので、だいたいお子さん見るとどれぐらいの学力かすぐ分かるんですよね、はいはい、特徴とか、うん、なので仲良くなりやすいんですけど子どもたちとは、はい、でまあその一番最初に会った時の印象としては、まあ、語彙力が高いなって、で、自分の行動をすべて言語化してる。へー、すごい。なんか、うん、僕、うん、今これしてるよ、あれしてるよっていうのをすべて、ね、うん、そうそう、言語化してる、お子さんでした。で、集中力短め、うんうんうん、まあ、特徴的なんですよね。こうやって年齢より少し高い、何かしらの能力を持ってる子って集中力短いんですよ、はい、やっぱ刺激が強いのかな、あ、なるほど、と思います。頭がよく働くから、うんうんうん、で30秒ほどで、まあ、いろいろなことに興味が移ってしまう。でプラス飽きると走り回るという。あ、なるほど、元気なんですね、うんうん、そう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 、男の子なんですけど、はいはい、男の子あるある、プラスその能力高めな子のあるある、はい、走る、すぐ走るっていう、集中力がちょっと短めで走るっていう感じで、私が思った、その時に思ったのは、足裏の刺激が足りないんじゃないかなって思ったんですよ。ほう、子供って、はい、自分の能力高めたい時に、うん、足の裏に刺激を求めるものなんですね、はいはい、だから走り回るお子さんは、うん、脳が発達したいって思ってるけど、その現状の運動量が足りないっていう時に走り回って、はいはいはい、自分の能力を鍛えていこうとするっていう動物的な発達の段階があって、はいはい、だからあ、この子多分ね、足の裏の刺激が足りないんだな、ちょっと集中したら脳が疲れる、うん、いろんなことがパッと吸収してしまうので脳が疲れるから、まあ、体を動かしてそのストレスかかった分は発散したいって思ってるんじゃないかなと思って、でね、足踏みマットを作ってもらったんですよ、はい、で競技はね、もう保護者の方で天才的に作る、何もかも作るの上手な方がいて、もういつもそこにね発注してるから私は作ってないんだけど、はい、で発注の仕方もね雑なの、いつもこの写メとか送ってこれ作ってほしいってもただそれだけ言って、すごい、先生いつもなんかなんていうの、ざっくりざっくりオーダーするから困るみたいな感じで作っちゃうんですね、はいはい、作っちゃう、天才なんですよ。でその方にこういう風なの作ってほしいって言って写メで送って、はい、それ何かって言ったら私が前にチームラボさんの東京の方のお台場だったかなに行った時に、はい、うんうん、そこ多分ねもう土地の契約が切れて閉めちゃったところかな、あれちょっと忘れちゃったけど、はい、一番最初に真っ暗な中を、はい、廊下を歩いていくんだけど、うんうん、何も見えないわけ、うん、で裸足で歩くんだけど、で床の素材が板からガラスに変わったり、うんうんうん、で鉄みたいのに変わったり、絨毯みたいのに変わったりとかして、はいはい、でびっくりするわけ、すごい、そっか、真っ暗だから、そう、真っ暗だから分かんないから、で歩いてるとき、わっ急に変わった、冷たとか、あ、なんか柔らかくなったとか、あとなんかふにゃふにゃな床になったりとか、はいはい、急にバランス崩したりとかして、でそれがすごい面白いと思って、うんうん、でなんでかって言ったら、その前にモンテッソーリの、研修を受けてて、はい、で1歳児さんとかって生まれて1歳で、目で見たものがどんな感触か、どんな温度があるのかって、うん、
ほとんどの子がわからない、ほとんどのものがこれが何かを初めて見たことないから、なるほど、うん、だから大人は目で見て経験があるから、あ、これは板だからだいたいちょっとあったかそうだなとか、鉄だから冷たそうだなとか、ガラスだから冷たそうだなって、はい、目で見た視覚情報でその温度感とか感触ってわかるけど、小さい子たちってそれがわかんないから、あのその感触を味わって感動して、それが言語化される、後に言葉として結びついていくっていうものを学んで、はいはい、で、その何だったっけ、チームラボ、あ、チームラボさんに行って、そう、それで、あ、こういうことかって感動して、はいはい、でそれがこのさっきのね、はい、あのたくさん教室の中あの歩く、うん、あのちょっとね能力高めの子にも、これがあの感動、すごい感動するし刺激もあるからいいんじゃないかと思って、うんうんうん、なんか芝生みたいのとか、はい、あとゴツゴツしたものとか、あとはガラスとかスポンジとか、もういろんな素材を、うんうん、多分20種類ぐらい、マットに1個のマットに1個の種類のものを貼り付けて、はい、それを、四角にして、はい、ぐるぐるそこ回ってもらうっていうのを、競技を作ってもらったっけ、競技というか道具かな、でそれを取り入れるようになったら、はい、教室の中を走り回らずに、うん、そのマットの上を歩くようになったわけ。おお、そうそう、だから選んでですよね、自分でも、そう、自分で、そうそう、うんうん、ちょっと座って何かする、あ、もう飽きたな、飽きたなっていうか集中力切れたなと思ったら、そこ行ってぐるぐる歩く、でまた戻ってきて座ってやるっていうのを繰り返すようになったから、あ、はい、これはこの子にあのぴったりだったなと思って、でまあ、この子以外にもみんなそうするんだけど、小学生でも脳が疲れたらそのマットの上歩いたりしてリセットしてまた戻ってくる、はい、あ、すごい、そう、いいですね、だから、うんうん、だからね、あの気分転換、うんうんうん、そう、あのできるっていうあのものをね、競技を取り入れて、その子はねすごい良くなったのね、良くなったっていうか、あの落ち着きが少しついた、はい、うんうんうん、であとはね、片付けるのがねあんまり好きじゃなかったの、だから、なるほど、うん、本当はモンテッソーリの教室では1個やったら1個片付けて次のお仕事に移るっていうのがルールなんだけど、うん、でもやっぱりそれにさ、全部の子が1個のルールに当てはまるわけじゃないから、うんうんうん、でこの子はなんか様子見てるといろんなもの触るから、はい、もしかしたらこの子は全部やりたいのかなと思って、だから片付けないのは自分がやったお仕事コレクションをとりあえず作りたいのかなって思ったわけ、あ、なるほどもうあえて残しておいて、そう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 、自分の形跡として、うんうんうん、あ、で、まあ、だから広いテーブルの上にね、もういろんなもの出すからだんだんテーブルが狭くなってきて、はいはい、もうどうする、テーブル狭いね、もう置くところないねって言ったら、うん、ちょっと片付けたりしたりして、うん、で、まあ、最後にもう一番そのお仕事の最後にね、1時間お仕事して一番最後にもう帰るから、うん、あの元に戻そっかって、うんうん、で一つずつこのお皿はどこから持ってきたのかな、どこ先生に教えてとか言って一緒に片付けようみたいな感じでやると、まあ、さーっと片付けてくれるようになって、まあ、お片付けもそれでクリアした、はいはい、であとはねお水がね大好き、まあ、多分この年齢はね、はい、1,2 歳の子はね本当に水が好き、うんうん、そっか、うん、で、お家でやるとさ、水いたずらしちゃいけませんみたいな、例えばコップをこぼしてコップの中にある水とかこぼして、はい、テーブルの上でバシャバシャしたりとか、よく見る光景だけど、はい、あれって感覚の敏感器って言って水を触った感触を体に覚えさせてるわけ、うん、だからいたずらでも何でもなくて、うん、その子の発達に合った行動なんだけど、まあ、いたずらとして見られてしまう、そうですね、うん、やっちゃダメでしょって怒られますからね、そうそう、うんうんうん、お水ももったいないし汚しちゃダメみたいな、うんうん、まあ、だからそういう時はね叱らないであげてほしいんだけど、まあ、それあお水好きならお風呂場に連れて行ってお風呂場で水遊びすればいいので、うんうんうん、場所変えればいいだけなんですけど、まあ、だからその子もねずっとお水が好きで、ね、水眺めたり触ったりね、でコップにじゃあ水入れてみようかとかってやったら、あの最初はねやっぱり上手にできないから、うん、こぼしたり床にこぼしたりとか、はい、あと自分の洋服にこぼしたりとか、うんうんうん、いろんなことしてたけど、でもこの1年間ねずっとそうやってコップにお水を入れるっていう練習したから、はい、今はね
あのお水を汲むためにまずは台をあの自分が届かないからあの水入れるところがちょっと届かないので、はい、トイレに置いてある台を自分で運んで持ってきて、うん、で台を設置する、はい、であのピッチャーを取ってくる、うん、でピッチャー持ったまま台に登る、はい、で水を入れる、しかも満タン、すり切りギリギリで、それも持ったままこぼさないように台から降りる、はい、うん、でそれをまたコップに移す、でこれをあの全部こぼさずにやるようになって、はいはい、だから1年間練習した成果がね、すごいですね、そう現れて、うん、でね、30秒ぐらいだった集中力も、うんうんうん、あのピタッとはまるものがあったら20分ぐらい一人で黙々ずっとやってる、はい、あこの間はねビーズ通し、本当にちっちゃいね、はい、あのビーズにあの紐通しか10個とか15個とか一人で黙々やってた、なんかイメージがないですね、そのなんか1歳とか2歳児の猫が、うん、あの細かい、うんうん、大きい、ね、爪切りとかで遊んでるイメージで、はいはい、この、ね、ビーズを通すっていうね、うんうん、好きだよ、ね、本当に好き、2歳児さん、うん、なんかやろうと思ったらできるんだけど、うんうんうん、やっぱりやるチャンスがない、そうですね、うんうん、だからそれをやっぱりね大人がね、まあ、発達が分かんないからいたずらしてるとか、うん、もううまくできないから危ないからとか、うんうん、でチャンスを奪ってしまってるっていうことはあるかもしれないね、うん、でもねその子のねなんかその姿を見てねまた感動してさ、すごいですね1年って、そう1年で本当にびっくりする成長、うんうん、でさすごい可愛いわけで、お母さんともね、うん、この、 あの2歳児さんになったからもう少しずつママから離れようかって言って、うん、なんかね連れてきてくれたら、その子にママがママあの郵便局に用事があるから行ってくるねって言って、うんうん、で郵便局に行くんだけど、で75分間この子を預かるわけね、はい、おそしたらその75分間でずっとママはって聞いてくるからはい、ママは郵便局に行ったよって後でお迎え来るねって言ってたねって言ったら、うーんって言ってまたねしばらくしたら、うん、ママはずっと75分間ずっとママはって言ってうん、なんかねすっごい可愛い、でもそれでも75分間ねママはって聞くけど、はい、あのね私との会話で、はい、あ後でお迎え来るんだって、うんうんうん、じゃあこれやっておこうかなみたいな感じで自分のお仕事と呼ばれるものに集中しだすから、すごい素晴らしいと思う、本当になんかね理解してじゃあ来るんだ、うんうん、っていうのがねなんか伝わりますね、うん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 、ねはい、ね、コメントも来てるのでちょっと紹介しましょう、はい、お願いします、カンパチさんがこんにちはということで、こんにちはカンパチさん、いつもありがとうございます、はい、で高穂さんは経験から来る傾向が見えるのですね、あの多分みゆき先生があね、ちょっと見たら分かるっていうのはね、はいはいはい、そうですね、はい、もう 今まで多分何千名の子どもたち見てきたので、はい、ね、おかしランドさんは、息子も泊まっているよりも家中を 走り回っているのは脳の発達に必要なんですねということで、はい必要です、でも家の、ね、中はできるだけ走ってほしくないので走ってる時は外に連れ出した方がいいかもしれないです ね確かに時間が大丈夫であれば、で高尾さん落ち着きを取り戻す方法を身につけたのかなと、ね、さっきの1歳児の、ね、あそうですね、うん、切り替える方法を、うん、あの子供ながらに見つけたんだと思います、うん、うん、お菓子ランドさんのお子さんはビー玉を部屋中に撒き散らして、爆弾って踏みまくるのも脳の発達には必要なんです、あ踏みまくるの一緒ですね、やっぱ刺激を求めてる、うん、あのそうですね刺激求めてると思います ねかなり、ね、うん、なんかそれねたらいの中に入れてやるとビー玉なくならないかもしれないですね、はい、あそうですよね、うんうんうん、確かに、でまた息子は水を流すのが好きすぎて最近はお風呂に入ると、うんうん、はい、お風呂場の泡掃除をしなくては満足しなくなってますよ、はい、洗い落としが爽快なんですか、そうですね、うん、綺麗になるのが嬉しいんでしょうね、うん、お菓子ランドさんのお子さんは3歳4歳ぐらいですか ね4歳児さんはねお掃除がとにかく好き、お、うん、
あの、はい、教室でもね、あの汚れてるから片付けるの手伝ってくれるとか言うと喜んで、あの石鹸で机洗ってくれたりしますよ。なるほど、うんうん、なんかその感覚があるんですよね、この汚かったのが綺麗になったっていう、うん、綺麗になる、うんうん、だからね、2歳半ぐらいからそのイヤイヤ期、秩序の敏感期っていうけど、年長さん5歳ぐらいまで続くから、うんうん、それの最終段階ですよね。お掃除して綺麗になったから嬉しいっていう、うんうん、またねお掃除してくれたら周りの方がねありがとうって言ってくれるから、それも社会にとって私は あの必要とされてる人間なんだって、そこで一番最初のこの自己肯定感が高まる経験をするんですよね。高場さんはおもちゃの電話機でボタンを押すと女性の声でママは戻ってきますからね、おとなしく待っててねというメッセージが出るものもありましたそんなのがあるの初めて。いいですねもう不安になるとそれ押せばいいからね。ママは戻ってくるってね、コメントありがとうございました。ありがとうございます。なんかなんだっけ、あと一人ね、事例をお伝えしたかったんですけど、まあ、ちょっとまた時間がなくなりつつあるので今日はちょっと学んで、はい、先に進みたいと思います、はい、また今度マナさんと喋る回で、はい、事例をお伝えしたいんですけど、ね、はい、はい、お願いします。はい、で1曲目なんですが、私マナさんにリンクを送ってちょっと名前を控えるのを、はい、はい、あ、曲の紹介ですか。はい、曲の紹介、さっき送ったものを流します。1曲目に流します。はい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 、これは何て読むんでしょうね。808ですね、はい、808U。 これね、最近ねインスタ投稿するときに、はい、生徒の写真をアップロードすると、うん、この曲がおすすめに一番に出てくるんですよ。でも私も何度か耳にしたことがあって、うん、初めてフルで聴くという感じなんですけど、うんうんうん、すごいなんか耳に残る、残りますよね、うん、また歌詞もね素敵でね。あ、八百屋さんって読むんだこれ。あ、八百屋さんって言うんですね。808って言って八百屋っていうアーティストの方で、はい、You という曲になります。はい、雨の日にぴったりかなと思います。はい、ランドさん、サンサイさん、いい声ね、いい声だよ、いい声ですね、なんか八百屋かなと思った。すごい、高野さん、センスいいですね。一曲、ほんとゆき先生、29日からもうあれですね、ずっとこのイベントですね、29、30、そうそうそう、一週間ね、週間すごいな。これ以外でもだからあと2つあるから。あ、そうなんですねあ、こう夏休み周辺にですか。そう、で夏休みは、9月のね、毎年周年祭で発表会で、あー、発表会ですね。で発表会で合奏やってるから、鍵盤ハーモニカの、はいはいはい、なんかなんか今年はね、多分バレエ音楽だったら分奏するわけ。はいはい、すごい。そうそう、それの練習を日曜日にやってるんだけど、朝10時からね、夕方6時までずっとやってるわけね。だからね、8時
4月それで9月のさ、第1週目にオペラがあるの、私大丈夫ご自身で歌うオペラですか？主役なんだよ迫りくく、夏がそうそう、どうなるんだろう、めちゃめちゃ暑そうですね、この夏休みまあ、なんか試練ですね、はい、いつも修行してますから、私は頑張りますよ。鍵盤は何歳ぐらいの子がみんなやるんですか？鍵盤ハーモニカ。あ、鍵盤ハーモニカで小学校1年生から3年生まで。ああ、そうなんですね。そうそうそう、で、ね、年少から年長さんまではあのリトミック、ちょっと待って、あ、ちょっとあ、違う、なんかね、あの、まあ、決められたダンスみたいなものなんだけど、上下左右斜めと その動きに合わせて、あとジャンプとかぐるっと回ったりとかで合わせて、その曲の中に出てくるリズムをタップしたりとか、体でボディーパーカッションみたいなことをする、そのリトミックの中にそういうカリキュラムがあって、その発表をする、それを発表する年長さんまでは。宮崎先生も飛んでるよ、3分間飛びまくる。めっちゃいいの。結構大変ですよね、3分間ね。で、子供たちと練習するから1回で終わらないじゃない。あ、そうか、そうか。1時間のうちに、それ3分のものを4回とか5回とかやる。なんか前、パーソナルトレーニングいらないんじゃないですか、ずっと思ってまた。いらない、いやいや、毎日やってるわけじゃないから。宜野湾市ヒルズ通りにある FM 宜野湾からお届けしています、虹色キッズエデューパーソナリティのみゆき先生です。私は宜野湾市の内泊と益城の方で音楽教室を2つとモンテッソーリ教室を1つ、経営運営しています。で、この虹色キッズエデューは私が運営しているモンテッソーリ教育の、教室の視点からいろいろとお話をしています。今日は2時から生徒さんの事例をお話ししてました。1歳児さんで通ってこられた生徒さんの事例をお話ししてました。で、これからは、この虹色キッズスクールとミュージックスクールが開催する夏休みのイベントの案内をしていきたいと思います。サマースクールっていうことで、タイトルはね、サマースクールなんですけど、全部で4つのサマースクールというか、そのイベントを企画してます。で、1つは宇宙、うん、宇宙、おー、壮大ですね。ちょっとテーマが壮大で、でも、うん、難しくないから後で説明しますね、はい、あの、昨日もね、宇宙ってなんか子どもたちに難しくないかなみたいな、でも保護者の方にも言われるんですよ、うちの子に宇宙させてみたいけど理解できますかって言われたりするんだけど、はいはいはい、そんな難しいことじゃないので、うんうん、で、1つが宇宙で、もう1つが科学、物理とか科学ですね。で、はい、3つ目がアート。おー、すごい、うん、で、4つ目が音楽。すごいですね、はい、でこの夏一気にやるんですね、うん、これを。そうです、はいもうイベンターとかします、ね、すごいですね、この宇宙から始まり、はい、それにプラス発表会の練習もしますから夏休みはね、まあ、忙しいですけれども楽しいですよ、はい、私なんかイベント好きなので、うんうん、あの、考えるとね、ワクワクするんですよ ね宇宙がテーマということで、1個目は、はい、はい、
これはね、小学校のためのモンテッソーリー、小学生のためのモンテッソーリーで、あと自由研究に全部活かせるようなイベントを考えてるんですけれども、モンテッソーリーってね、日本には小学校がなくて、で海外には小学校も中学校も全部エスカレーター式であるんですよ。保育園から2歳児さんかな、2歳児さんから入って、はい、高校もあるのかな、まあ、中学まではよく聞くけど、はい、でそれで小学生になったら、そのモンテッソーリの教育を受けてる子たちって一番最初にこの宇宙のことをやるのね、うん、へー、そうなんですね。そうそうそう、うん、でグレートステストーリーっていうお話が5つあって、それを少しずつ聞いていきながら、うん、こう、まあ、ライフワーク的に1年生から6年生までの間で長い期間をかけて研究していくっていうものなんだけれども、うん、だからモンテッソーリの学校ではもう6年間自由研究よ、はい、なんかワクワクしますね。ね、ワクワクするよね。私自由研究苦手というか、毎年ちょっと苦痛だったんです。また今年何やろうとか、結構ね大変ですけど、このもうずっと自由研究だったらもう何にもあれですね、もう辛いとかないですね、うんうん、多分ね、日本では、まあ、得意な子もいると思うんだけど、工作とか、うん、それからアイディア出すのが上手、ね、得意な子もいると思うんだけども、まあ、多分大半は何していいか分かんないってなると思うんだよね。でそれってやっぱなんか経験が足りないからそうなるだけで、手順さえ覚えてしまえば、子供ってもともとは想像力発想力豊かな生き物だから、うん、そんなに苦労しないと思うんだけれども、でそのね、興味の扉を開く、まあ、第一歩となってほしいなと思って、うん、そのサマースクール、その宇宙をやります、はい、でこれはね小学生に向けなんだけど、 1,2 年生のクラスと3年生以上のクラスに分けてます、はい、で内容はそんなにとっても大きく開きがあるわけじゃないんだけれども、まあその高学年には、うん、その高学年らしいちょっとね、すごい細かい知識的なことも教えて、ね、知ってほしいなっていうことになってます、はい、で 1,2 年生は7月29日月曜日から30日火曜日までの2日間、はい、2日間、29、30、うんうんうん、で3年生以上は8月1日木曜日から2日までの、2日間で、こちらも2日間ですね、うん、どちらも、うんうん、で、どっちも10時から2時半までお昼休みを挟んで3時間半学びます。なかなかこういう、まあ、ワークショップっていうかこのねイベントって2日間かけてやるっていう、うん、なかなか聞かないんですけど、うんうん、なんか意味があるんですか、この1日目2日みたいな。ね、この宇宙のねワークがね本当は3日間なの、うん、あ、そうなんですね。3日間ないと、はい、終わらない分量なんだけど、はい、ね、3日間って大変でしょ。だから、はい、ちょっとはしょってる。あ、なるほどなるほど。じゃあ2日に分けて、はい、言っていいのか分かんないけどで、あとやる内容としては、まあ、宇宙の誕生からビッグバン、はい、それから天体ね、一番最初に太陽ができての流れを、そこまでのね、流れで、ね、実験というか実践というか5つぐらい通してやります、分かりやすく。おで、その後地球と太陽の大きさを比べます。なるほど。なんか模型とかも作るんですか。そうそうそう、うん、模型とか、まあなんかね、いろんな道具を使いますよ。あ、だから、なるほど、座ってガリガリっていうお勉強じゃなくて、うん、全部能動的に動きながら子どもたちと一緒に模型みたいのを、はい、動かしてみたりとか、うんうん、自分たちが太陽や月や地球になってみたりとか。あ、面白い。そういう、まあね、粘土を作ったり、粘土でなんか太陽とか地球作ったりとか、はい、そういうことをします。で1日目がね、その太陽の誕生まではやって、で翌日に2日目に太陽と地球の関係を、うんうんうん、またそれを模型みたいのを使って、どこから太陽が当たってるから朝と夜があるんだよとか、はい、あとこういうふうに地球が回るから月、季節がこういうふうになるんだよっていうのも、うん、それもその動きながら学べるようになってます、はい、じゃあもう体で覚えるみたいな感じですね。そうですね、うん、まあ、なんか基本ちょっとパーティー的な感じでやろうかな、と思ってるので、はい、
でそれでその2日間を通して 1,2 年生は紙粘土で太陽と地球を作る、うんうん、で地球はちゃんとねマントルとか、はいはいはい、株マントルとか、 なんか上部マントルとか、はい、なんかそういうマントルのこともやったり、こっちが海洋だよとか、すごい、こっちが陸だよみたいなことを、はいはい、いうのを話ししながら作っていきます、うん、であと3年生以上は、はい、そのモービル、うーん、天体の並びとか、はいはいはい、うん、モービルもを作っていきます。で、高学年とかは大きさ、はい、天体の大きさを比べるその、映像とか見たりとか、はい、うん、しながら、もっと宇宙って本当広いよねとか、私たちがこの目に見えてるところだけじゃなくて、もっともっと広いよというの興味づけとかもしていこうかなと思ってます、うんうんうん、すごい興味が、はい、ね、湧きそうですね。この子どもたちも宇宙に対してなんか身近に感じるとか、うん、そう、でもね、種まきっていうか、もう入り口興味づけなので、はい、本当に宇宙が好きってなったら、またそこから ね、ご自宅戻って辞典買ったりとか、うん、いろいろ勉強してほしいと思います、ね、うん、で科学の方は、はい、この驚きと、こっちからね、驚きと楽しさの液体窒素実験、マイナス196度の世界ってどんなものって、黙々が気になりますね、この反応が子どもたちの反応がすごい良さそうなそう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 、うん、液体窒素の、液体窒素、はい、これはね、コザの銀天街の方で、はい、科学実験教室って教室をされてる島田誠先生と、はい、琉球大学の准教授の小林力先生が来ていただいて、もう本当理学のプロから直接学ぶっていうチャンスです。すごい、講師の方もね、はい、お呼びしてということで、はい、はい、お招きして、で液体窒素って何なのとか、液体窒素に火をつけず近づけるとどうなるのとか、シャボン玉が液体窒素に落ちたらどうなるとか、風船が液体窒素に落ちたらどうなるとか、じゃあボールはどうなのとか、なんかで液体窒素を作ってみようとか、はいはいはい、なんかそういうのをやって、うんうんうん、でバナナを凍らせてね、釘打ち実験っていうのをね、やってみようかなと思ってます。なんか大人でもね、知らないとかわからないとか、うん、ありそうですね、うんうん、面白そう、そう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 、ね、こういう子供の時にこういうなんか実験を通して科学を知るって、うん、はい、私は経験なかったから、はいはい、本当になんか理科とか、うん、なんかその物理とか科学みたいのがすごい苦手で、はいはいはい、なんか未知の世界、そうですよね、うん、なんか今私もそのサマースクール企画することで一緒に勉強してるって感じ、はい、でも本当にこれなんかこのハテナが答えられないですもん、うん、どうなるとかわからないですか、ね、そうそう、わかんないよね、見たことないしね、興味がありますね、うんうん、保護者の方も興味ありそうですよね、うん、あると思います、一緒に楽しめそう、うん、でね、でも大人の方一人ではね、はい、参加していただけないので、じゃあお子さんとぜひ一緒に、はい、もしどうしても参加したい方いらっしゃったら、はい、なんか親戚のお子さん借りてきて、ね、一緒に、ね、はい、来られてください、はい、これはね8月3日土曜日です、はい、で液体窒素とかやっぱり危険を伴う実験でもあるので、はい、きちんと注意事項とかお伝えして、うん、実験始めたいということなので、9時45分きっかりに入室してください、はい、はい、時間厳守ですね、うん、で11時までですね。で、あと同じ先生方が今度は電気実験もしてくれます。翌日の8月4日日曜日、電気の世界ってどんなもの、って時間は一緒ですね、10時スタートになりますので、9時45分までに入室、はい、で電気って何っていう質問に答えながら、静電気を作ってみたり、で、うん、静電気でネオン管、なんかビーカーみたいなですね、はいはいはい、うん、光るのかなとか、あと、うん、雷電瓶、ちょっとね私も理科苦手なので雷電瓶って何って感じなんですけど、まあ、当日ね、なんか行って、あ、こういうのかって、なんか電気を貯める瓶らしいですね、雷電瓶の工作をして、これをお家に持って帰れるって言ってたので、なるほど、うん、いいですね、お家でも静電気作れるらしいですよ。おー、うん、で、あとはみんなで輪になってテレビでよく見るやつ、ね、ビリビリっていうの、伝じろう先生とかやってるやつ、そう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 、あれをね、やろうっていう話楽しそうだな楽しそうだよね、
で、あの会場は、虹色ミュージックスクールとか虹色キッズスクールって検索していただけると、はい、益城の方にあの教室、住所は益城ですね、はい、そこにありますね。駐車場13台優先で止めていただけますので、はい、はい、使っていただけます、はい、で、あと2つさ、はいはいはい、あの、あるんだけど案内が、うん、ちょっとさらっとね、はい、料金とかあと詳しい内容についてはウェブサイトかインスタグラムをご覧いただけたらと思います、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。虹色キッズスクールまたは虹色ミュージックスクールで検索していただけるとどちらのウェブサイトもにも載せてますのでインスタグラムにも載せてますのでご覧ください。であとはね、アートの方で、はい、万華鏡を作ります。おでこの万華鏡も三角の三角柱を作るので、はい、この形のお勉強もしつつ、で、まあ、中にね、ビーズ入れたりとか、はい、あと何ラメ入れたりとかもするんだけど、うん、それだとお家でもできちゃうかもっていうことで、うんうんうん、ちょっとワンランク上なのか分かんないですけど、はい、何かもっとキラキラするもの入れられないかなっていうふうに聞いたら、はい、これもね私がやるわけじゃなくて、はい、島崎夏香さんっていうあの県立芸大の大学院のデザイン科を卒業された方が、はい、あのレッスンしてくれるんですけど、はいはい、なんとビー玉を、煮沸してハンマーで叩くとすぐ粉々になるらしくて、そのビー玉をちょっと入れてみようかっていうことになってます。じゃあもうオリジナルの、そう、ね、オリジナルの、うん、でもねあのガラスの破片だからビー玉って、はいはいはい、危険だなと思う人はビーズだけでも構わないのでそれは当日選んでいただきます。はい、であとは、ピアノのね連弾、はい、ピアノ連弾、うん、ピアノ の, あの島袋美咲先生が、あ、はいはいはい、はい、あのリンさんっていう方と、去年の、クリスマスにおきみゆの方で2人一緒にデュオしたんですけど、はいはいはい、うん、その2人すごいいい相性なので教室の方でやってもらいます。お、じゃあ皆さん聞けるということで、はい、そうですね。これちょっとまだチラシができてないので、あ、チラシ出来上がったらまた案内しますね。はい、はい、それでは2曲目のリクエスト曲、はい、鈴木雅之さんとフューチャリング鈴木愛理さんでダディダディドゥなんですけど、はい、もうこれは聞くとテンション上げ上げ、もう雨の日に聞くのが一番いい。おテンション上げていきたいですもんね。はい、はい、ぜひお聞きください。はい、読みたいですよね。うんうん、ああ懐かしい。そうですね、下敷きとかでね、うん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 、今は本当にちょっと触りたくないんですけどね、結構バチンってくるから。ああ、ねえねえ、車とか。うんうん、そうですね。でも時々子供やってるよ、教室で。ああ、これ。確かに。10分あるからいけるかな。そうですね、ちょっと曲を途中で終わりつつ、うん、鈴木雅之さんは本当に素晴らしいわね。ピタゴラスイッチ、うん、物事が起こる原理を理解してしまう、そうなんだよね。でも感動がね、本当に感動が大事なんですよ。ああの、はい、このね、あの科学実験の先生方も私も同じ思いであの生徒指導をしてるんですけど、真実はもうちょっと大きくなってから知ってもいいと思う。勉強はやっぱり面白いとか、何これっていうこの心が高揚するっていう体験をいっぱいしてほしいなと思います。そうですよね。そうですよね。確かにどこで引っかかるかわからないですもんね、この興味は。
自由研究の研究に頭悩ませてました。はい、どうぞ。虹色キッズエデューパーソナリティの三浦先生です。本日はモンテッソーリ教室の、方から生徒さんの事例、1歳児さんの事例と、それから夏に8月に開催するサマースクールの案内をしていました。コメントたくさんいただいてありがとうございます。どうしますか。はい、少しだけ、はい、で先ほど静電気のね、お話ありますけど、高尾さんが昔プラスチックした時期を頭にゴシゴシすると髪の毛が逆立ったということで、今もそういうのでなんか電気を感じるんですよね。懐かしいなと思いました。懐かしい、うん。で昔ランドさんは、息子のピタゴラスイッチを一緒に見ますが、物事が起こる原理を理解しようとする大人に対して、目の前で起こる出来事に子供は純粋に感動しますよねと。ねえ、ね、この感動体験本当大事ですよね。うん、なんでってそこからね、なんかもしかしたら思って、なんか考えたりとかそういうのにつながるのかなと思いますけど、うん、高野さん、アハ体験とか。アハってやつ。で自由研究の研究に頭を悩ませていましたねということで、はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。さあ、もう今日やっちゃ無理やりやっちゃおうって、あとね5分、はい、5分あるかぐらいだけど、ね、この番組は子育てや教育に関わる全ての皆様へ情報発信をしていますが、教育の基礎要として子どもたちの心の教育が大事、道徳教育が大事ということで、名言や格言をいつも皆様にお伺いしてるんですけれども、私もラジオを始めた12月前からずっと大事に持って歩いてる、紙に書いて。私が20代前半の頃からずっと手帳の一番最初のページに書いて、大事にしてた言葉です。最近は書いてないんですけれども、いつも何かいい言葉ってなって一番最初に思い浮かぶ言葉なんですけれども、ウォルト・ディズニーの言葉で、夢を追い求める勇気さえあれば全ての夢は必ず実現できるという言葉です。なんかね、この勇気さえあればっていうところが、はい、私はすごいビビッときて、夢ってみんな持ってると思うんだけれども、はい、やっぱり途中で挫折しがち、コツコツ続けるとか、まあね、よく例えに出るエジソンが何百回も電気実験して、はい、電気が発明されたみたいな、でずっと失敗という言葉が合ってるのか、まあ、チャレンジ試作ずっとし続けて、はい、最終的にうまくいったっていう、なんかね、うまくいかない事例をそこでたくさん潰していって、うまくいくことだけを最後に残したら夢が叶ったっていう話なんですけど、だからそれを途中でやっぱりやめてしまったら、はい、何も叶わないんだろうなと思います。だから夢を追い求める勇気さえあれば、この勇気ってあれですね、なかなか勇気って持たないと夢をなんか続けられないなと思いますね、うん、確かに、うん、でこの勇気ってやっぱり自分との戦いだから、うん、確かに誰に相談しても解決できるものでもないし、うん、その怖いっていう気持ちに立ち向かうのか、うん、逃げるのかは、うん、自分で決めなきゃいけない。怖くなった時にそれでも前を向いて歩いていくのか、うん、もう今は怖いからやめとこうっていうのか、そうですね、うん、自分で決めるのか、それがね、すごい感動して、でディズニーってね、ディズニーランドすごい華やかでってだけど、はい、でも本当はディズニーの歴史ってうまくいかないことばっかりで、そディズニーランドみたいなテーマパークやってる人がうまくいってる人がいて、で自分なんかも全然うまくいかない、出勤してもずっと失敗で、うまくいかなくて、そのなんか地方に行って再生したっていう、ですっごいなんかわがままだったっていう、なんかすごい悪評もいっぱいあるんだけど、でも結局ウォルト・ディズニーは自分の頭の中に理想のそうランドを作り上げて、で弟子たちにこれを完成させてほしいって言って、自分は完成する姿を、その完成したディズニーランドを見ないでなくなっていくんだけど、
そうなんですね、うん、でもそれをなんかあの、まあ、私も本殿だから、はい、ディズニーさんから聞いたわけじゃないけど本当だと思うんだけどなんかね、そのでそれで残念じゃないですかってこの実際に見れずに旅立ってしまうのは残念じゃないですかって弟子の誰かが聞いたら、うん、そんなことない、だってもう仕上がってるから自分の頭の中で、ディズニーランドはもう出来上がってるっていうね、そういう結論もある、はい、でそれを弟子たちがそのディズニーの言葉を大事にしてコツ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 続けてその理想のディズニーランドが出来上がったんだけど、今となっては世界のねディズニーランドね、え本当にだからね、これ全部言葉を読むと夢を求め続ける勇気さえあれば全ての夢は必ず実現できる、いつだって忘れないでほしい、全て一匹のネズミから始まったということ、ネズミって嫌われる存在なのにさ、それをテーマにしたってすごいよね。すごいですね。はい、ということであと5秒です。本日もありがとうございます。ごめんなさい、まだ喋り姿もう難しいです、ごめんなさい、ありがとうございます、ありがとうございます。最後まで言えてよかったです、いつもありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。